はい、皆さんこんにちは、天中堂です。今回ですね、日本経済新聞のニュースからお伝えしていきたいと思います。で、今回はですね、テーマは住宅ローン 1% 控除見直しへ2022年度にも決まるというような内容になっています。これ何の話かと言いますと、政府与党はですね、住宅ローン控除の額について2020年度にも見直す方針を税制改正大綱に明記する方向で調整しているというようなお話になっています。で、これ何かと言いますと、まずですね、皆さんこの住宅ローン控除のルールっていうのは、現行のルールですね、借入残高の 1%、1% が所得税から控除されるっていう仕組みになっています。例えばですが、5000万円のお借り入れであれば、1%、1% いきますと、50万円になります。50万円。この50万円が還付されるというのが、住宅ローン控除の基本的な仕組みです。もちろん、払ってらっしゃる税金、または今の 1% のどちらか低い方になってくるんですけども、こういった基本的なルールがあります。ただそれがですね、この低金利時代、今低金利時代ということで、この時代にはですね、合わないっていうほど会計検査院が問題視していた。私この会計検査院っていうのは何なのかちょっとわからなかったんですけども、そういったところですね、政府に助言して、これはもうやめた方がいいということで、この検討に入ったということになります。で、もともとですね、例えばバブルの頃でいきますと、こちらのですね、変動金利の最高はですね、だいたい 8.3% ぐらいになってたんです。で、実際そこから、金利優遇なんだとかっていうので、4% から 6% ぐらいで借りれたというふうに聞いているんですが、そういったところですね、そういった時代に 1% の金利、この控除、1% 控除というのはもちろんいいと思うんですけども、今現在は 1% 以下のですね、例えば、私の知っているところですと 0.445% の変動金利なんていうのが借りることができたりするんですけど、そうなってくると、ローン控除の 1% というと半分以下っていうのがこの変動金利 0.445 になってくる。そうなってくると、本来借りる必要のないような人も住宅ローンをあえて借りるっていう、この逆ザヤっていうんですけども、そういったこともできてしまうということで問題視しているというのが今回の内容になっています。で、実際に支払った金利分の借り入れ残高 1% に満たない場合はですね、満たない分払って、利払い分のみを控除する仕組みにしていこうという話なんです。まず言ってたけども、5000万円に対して 1% となったものが、例えば 0.5% で借りてるっていう人でいきますと、借入残高の 1% の50万円ではなく、0.5% では25万円、半分なので25万円がローン控除の対象になってくるというようなお話なんです。そうなるとですね、実際どういう風になっていると考えられるのは、変動金利ですごい安いからっていうで選ぶ方ももちろん多いと思うんですけど、その変動金利だと 0.5 とか 0.445 っていうのが下がってしまって、1% のローン控除がもらえないということになるんであれば、1% ぐらいのですね、固定金利とか、例えばフラット35なんかを選んでもいいんじゃないかということで、無理にですね、金利がこう上がり下がりする可能性あるような変動金利を選ぶ必要がなくなるということにも考え方としてはあります。あくまでも政府の考え方の 1% というのは、借り入れをしている残高に対して 1%、これは借りている金利に対して 1% 下げるよということなので、単純に皆さん借りている0.445、0.5% から1引くとマイナスになってしまう分がおかしいよねというのがこの考え方になっています。ですので、今後、もしこの引き下げ、実際に借りている金利までか、または上限が 1% までっていう風になるんじゃないかなと思うので、その場合は先ほどの通り、変動金利に固執しなくても、固定金利、10年固定とかですね、場合によっては、フラット35なんかも選んでもいいんじゃないかなということで、また住宅ローンの選び方が変わってくるんだと思います。で、先ほどあった通り、この今予定しているのは、2022年度にも、実施する予定を今検討しているというふうになっています。で、これも以前の動画でお話した通り、現在は住宅ローン控除が延長されましたね。住宅ローン控除、通常10年のところが13年になるっていうこの延長している期限を、内容をさらに延長しました。現在は
2022年の12月末までに入居できれば、こちらのですね、13年間の、条件、13年間に延長で受けることができるんですけども、2022年にこの 1% 見直しっていうふうになってしまった場合は、この途中ででもですね、場合によっては引き下げられてしまうということもなりかねないので、ご無理がなければ、まあ、今のこの税制を早めに使って確定させてしまった方がいいかもしれないです。はい。正直ちょっと2022年に入ってくるとですね、この制度がちょっと私怖いなというふうに思っているので、お得に早めにやっていきたいという方は、どんどん進められた方が絶対いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ検討いただければと思います。ではこの住宅ローンの 1% 控除の見直しについてですね、解説させていただきました。また詳しい内容、情報が入りましたら、詳しく解説アップしたいと思います。このように、天地創造のウェブ家づくりコンサルティングは、毎日19時にですね、こういった住宅ローンやお得な家づくりのお話、性能、行動の話、毎日19時に動画アップしてますので、こちらのチャンネル登録をお願いいたします。それから、高評価のいいねやコメント、こんな点良かったよとか、これってどういいですかって聞いてくれたりするですね、いただけるとすごく嬉しいのでお待ちしています。それではまた次回も楽しみにお待ちください。ではまた。